小屋があるぞ、小屋が。これ石垣だな、両サイド。これはなんだ。はい、皆さんこんにちは、スーナーです。今日も林道探検していきたいと思います。今日今はですね、池田町のとある林道を走っています。このままこの林道をですね、探検していきたいと思います。待って待って、分かれ道があるぞ。さて、これ左かな。ちょっと直進しますね。なんだこれ。ほい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 、なんだこれ。ああ、長寿供養碑、供養碑か。失礼します。うわ、ここはめちゃめちゃ綺麗やな。すげえ綺麗。ちょっとこのまま先に進んでみたいと思います。よいしょ。おお、ダムがあるぞ。ダムだ。あ、こっからあれだな、ダートになりましたね。およそ200メートル先、目的地です。おお。よいしょ、ダートダート。なんか小屋があるぞ。これは何の小屋だろう。わからんな。よいしょ。昨日ちょっと雨が降ったで、めっちゃぬかるんでるね。さっきまで綺麗な道あったのに、すごいなこれ、ガッタガタや。この辺なんだ、川かなこれ。短い、短い、ね、臭すぎ。なんか橋があるぞ。おだんだんこれ山深くなってきたな。うい。お、なんかあるぞ。おい、ちょっとこれ木追ってこないでよこれ。うわ、怖っ。おー、なんか、え、小屋があるぞ、小屋が。おいちょ、
いおい、なんだろうあの子や。あ、なんだ、小屋が、なんかここに石があるぞ。ちょっとここ行ってみますか。なんか車が置けないけどな。なんか書いてある。うわ寒い。小屋があるし、なんだろう、おなんかギーギー音がする。あすごい風が吹いてきた。ここはなんて書いてある。山田家誕生記念碑って書いてある。あーここ村だったんだ。え、ここに昔山田さんが住んでらしたんか。あの小屋もそうなんかな。したらよいしょ。まあでもすごい綺麗なとこだなこれ。じゃあ先に進みますか。ちょっと雨降ってきた。すごいとこだなこれ。この上にもねなんか小屋みたいなのがあるんだよね。これ石垣だな両サイド。家が建ってたんかなこれ。そこになんかあるわ。ちょっと見ていきましょうか。え？いや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 、ちょっとちょっと、ここすごいな。なんかここに碑が立ってますね。石碑が。よいしょ。木谷割谷って呼ぶんですかねこれは。あー、ここに住んでらした方のあれですかね、表しているやつですね。やっぱこの辺り多分村があったんですね昔。すごいなここ。ちょっとこのまま奥に進んでみますかね。よいしょ。
よし、さあ次行ってみますか。さあこの奥どんどん行ってみたいと思います。ってなんかあった、なんだあれは、なんか、なんか真新しいな。でも新しいけど、なんか木で売ってやる、なんか意外と最近の家の感じするけどな。最近って言っても20、30年前ぐらいの。失礼します。失礼します。ああ、誰もいらっしゃらないな。すごい廃墟がありました。なんか入り口は木で閉ざされてますね。この後ろも何もないですね。こんにちは。びっくりした。誰もいらっしゃらない。こっち側は広場ですね。わあ、すごい、結構新しめの家だと思うんですけどね。よいしょ。あ、ここになんか湯飲みが捨てられてます。すごいなあ。この奥まだ道続いてるな。ちょっと行けるところまで行ってみようか。なんだろう、このドキドキ感。よいしょ。さあこれもちょっと奥進んでみましょう。あ、おそらくこれだな。こっから車が登っていった感じかな。さっきの広場は駐車場ですかね。そしたらあそこに車を止めてたんですよね、多分ね。うわ、これも狭い道だな、これ。お、なんかちょっと開けたぞ。あ、この辺にも、もうちょっとしたら家が建てた可能性があるな。違うか、でも水がすごいな。よいしょ。
でもね、これ車が走った跡があるんだよね、これ。さあ、分かった方だ、これ。おっ、こいしょ。いやー、すごいな、配送があったよ、これ。また橋があるぞ。この先はどうなってますかね。あ、うそ。うそ。ちょっと怖いんで、ちょっとすごいの見つけた。ちょっと今怖いんで。うっそ、マジかい。クマだよ、クマ。でかい。いるんだ、クマ。すごいな。ちょっとこれじゃ近づけるの怖いな。クマさん、すごいな。ちょっと野生のクマみたいなの初めてかもしれん。よいしょ。あれ、ちょっとちょっと、ここにもクマいるんだね、こんなとこにも。ということで戻ります。恐ろしい。あれはプロに任せないとね。いやー、クマいるんだ、こんなとこに。わ、すごい、引っこ抜こうとしてる。なんかすごいもの見つけた。よいしょ。車があります、車が。いや、ちょっと熊がいるところに外に出たくないけどな。車があるよ、車が。ちょっと意を消して、よいしょ。この先は行けんな、これ以上。あれはなんだ、カローラって書いてある。カローラって書いてあるな。車がありました、車が。そんなことよりクマが怖いわ。とりあえず今日は退散です。
いや、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ次の動画もご視聴ください。お願いします。